ウィングの位置、寺島、前はネイサン・ブース、スイッチした、ブラックシア、バックダウンして、キックアウト、里原形容して、辻がかわして、ショット放ってきましたが、24秒バイオレーションです。加藤選手、よく謝りましたね、一発目取られたんですけども、その次、ファール抑えながら、よく取ったと思います。ミスマッチでネイサン・ブースがスリー決めてきました。トップの位置、エヴァンスに渡しました。エヴァンス、ペイントアタックして、フックできました。加藤がヘルプに行って、ペリメーターのエヴァンスにボールが渡っている。左手で決めています。アタックからのスリーポイントでした。広島、サーブ中進入していって逆サイド、まあ、ここを集中量しないと仙台は一気に変えちゃうので、しっかり守ってほしいですね。寺島と小林、アイザヤマーキーのスクリーンを使って、寺島が行きました。同点のレイアップ。第3クォーター最初の得点は仙台のスリーポイント、加藤俊一でした。これで同点に追いついています。エヴァンス、フェイクを入れて田中にバンフルズパス、ネイサン・ブース、もう一度拾い直してフックパス中に入れて、ジャスティン・バーレル、ふわっと入れました。ジャスティン・バーレル前にいます。田中と辻がやり合う。エヴァンス中に進入してコーナーの寺島です。前は名を狭いところを通って、サーベイのパスが合いません。これがターンオーバーになって、寺島からマーキー、前はネイサン・ブース、ダブルクラッチ、拾ったのはニックメイトです。今日は西地区の首位と戦っています。フリューからエヴァンスに当たります。エヴァンスの前は小寺ハミルトン・ゲイリー、右の方を抜いていってレイアップです。でも外も中もこれだけられてると、ちょっと止めようがなくなってきますよね。広島ボールに変わります。コンディション気をつけなきゃいけないですよ。エヴァンス、バーレル、左の方を抜いていってレイアップ決めています。まあ、ただ今はね、打つべきシュートですからね。はい、次のディフェンスを頑張ってほしいです。はい、さあ中央空いてるぞ、寺島のフローターです。ウニューにハンドオフして、前は片岡です。ベテランです。いいですね、足動いてますよ仙台。ブラックシャースリーポイントとルーズボールになりそうでしたが、もう一度拾い直してボールをコントロールしているのは小林。片岡、ワンフェイク入れてペイントアタック、逆サイド、佐藤原と寺島のマッチアップ。さあ飛び込んできたペリーブラックシアージュニアです。佐渡原に渡ってくぐり抜けて佐渡原です。今日の試合は先手を取ったのは仙台、その後徐々に広島がオフェンス、ディフェンスで強さを示すという試合となりました。